ビクトル・ボワンは、ベルギーの競泳自由型、水球、フェンシング・エペの選手。1908年、1912年、1920年の夏のオリンピックに出場した。1908年に2位、1912年に3位となった、ベルギーの水球チームの一員であった。1908年には100メートル自由型にも参加したが1回戦で敗退した。 フェンシング選手としては1912年の個人エペで4位となった。1920年は個人エペでは1回戦で敗退したが団体として銀メダルを獲得した。1920年アントワープ五輪で最初の先制をするボワン1920年のアントワープ五輪で最初の選手先制を行った。開会式ではベルギー代表の騎士も務めていた。 1955年から1965年にかけてはベルギーオリンピック委員会の委員長を務めた。アイススケート、フライング、アイスホッケー、オートバイレースでも活躍した。1903年17歳の時にベルギーで最初のアイスホッケークラブを創立し、初代長に就任した。スポーツジャーナリスト、演劇評論家、スポーツ役員として働いていた。 1912年にベルギースポーツジャーナリストプロフェッショナル協会を設立し、1923年から1935年まで引いた。1924年には国際スポーツジャーナリスト協会を共同設立し、最初の副会長を務め、後に会長も務めた。第一次世界大戦中はベルギー空軍に加わり、最終的にベルギー上 エリザベートドバビエールの個人パイロットとなった。ブルッセル、サンジルのペルシュ通りには彼の名前にちなむアールデコ様式の水泳プールがある。ありがとうございます。